今日は途中からの出場となりましたが監督からはどんな指示があったんでしょうか。いやもう点取ってこいっていうメッセージだけだったんで、まあ、0ロ1のビハインドでしたし、まあ、2−1 にできれば一番よかったですけど、まあ、最低 1−1 同点ということで、まあ、次につなげられたんじゃいいかと思います、まあ、その指示通り高さを生かした見事なゴールが決まりまして同点となりましたゴーールシーン振り返ってください,、うんまあ、いイメージ通りというか角度、まあ、なかったんですけどキーパーの上しかなかったんで。 そこを狙ってあのうまくいってたと思います逆転したかったということなんですが今後の課題としてどんなところがありますかう,、まあ、やっぱうちはいい選手もいますし、えー、個人的に、えー、レベルの高い選手レアンドローとかイーバーとかもいるんで、まあ、そういったところをうまくいかせるように、まあ、今日に関して言えば もっとポジショニングをこうチームとして連動してうまくできればまあ僕が出た後も、まももっともっといい展開が生むことができるんじゃないかなと思います自動昇格圏内も見えています次に向けてお願いします次は福岡ですね。<laughs> まあ大事な試合なので古巣、まあ、でもありますしホームでできるので、えー、絶対勝ってまたその次の試合に臨みたいと思いますありがとうございます。